生との交渉、これは自分が思った通りに進んでいます。いずれはライガーとの一騎打ち、この神聖なるグリーンのマットに乗り込んでくるものはまとめて潰します。あのライガーの口を黙らせることができるのか、金丸義信入場。有明この試合の1万2000人ノアのファンの期待を担い、金丸義信出陣です。2.17 武道館、しかしこれで済ませるわけがない。大歓声有明クロシアム、1万人のエール、そして2000人のブーイング。新日本がライガーがリベンジに燃えるなら、きれいさっぱり返り討ちにしてくれよ。その先にライガーと田中になる、それを払いのけるか。ゆっくりとリングに向かう金丸義信、田中がいます、そしてライガーがいます。今金丸義信リングイン、ライガーを黙らせることができるのか。有明クロシアムに上陸した闘魂を火の玉が迎え撃ちます。よみがえったジュニア最強戦士、菊池剛入場。夏の武道館で沸き起こった大菊池コール、プロレスノアのファンはこの菊池剛に託しました。そして今日の有明、新日本との第2章、セコンドには青柳館長の姿があります。重心サンダーライナーを、そして田中稔を迎撃です。かつて世界ジュニアのベルトを巻いていた菊池、そして IWGP のジュニアのチャンピオンだったライナー、早くも菊池の入場、今花道勝だ、花道で勝だ。ゴングを待つことはできませんでした。ノア対新日本ジュニア第2ラウンド、今ゴングを聞きました。花道で菊池、そしてライガー、リングの下では田中稔と金丸義信であります。大ブーイングが起こっている有明コロシアム、ノア対新日本第2ラウンドのジュニア同士の戦い、新日本の逆襲が始まりました。30分の一本勝負、リングの中に戻そうとする。さあどうやら試合の権利は菊池です。まずはノアの代表は菊池剛だ。そして背後から田中稔が来ました。現第4ラウンドの IWGP のチャンピオン、ジュニアのチャンピオン、腕を固めている菊池が待つ。とった腕七義の腕十字職人の腕を折るのか菊池剛。ライガーを止めている金丸、一触即発だったこのリング、あっという間に乱闘。桃田さん、はい、ただでは済まないと思ったんですが、大変な展開になりました。すごいですね、やっぱり新日本戦の選手としてですね、ライガー選手も田中選手もですね、前回の屈辱を晴らすためにものすごいやっぱり息が上がってるという感じしますよね。試合前にライガー選手がいたんですが、逆襲どころの騒ぎではないと。やはりあの 2.17 武道館でこの金丸選手に急所攻撃を受けました。そして試合も敗北と、そのあたりプライドが傷つけられた新日本の逆襲が始まっています。さあそして試合の権利は菊池と田中稔であります。プロレスリングノアのマッタに現第42代の IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンが乗り込んできました。さあ菊池がまずはこの田中稔、その田中稔を抑えています。興奮している両雄。さあ今田中から重心サンダーライナーのショーだー、まともに顎にクリーンヒット。いや今あのレフリーがちょっとブラインドになりましたね。なるほど、その隙を突きましたライガーであります。手を回したロープに飛んだ、加速した、ゼロ戦キックで現役、もしかし倒れない、パワー充填、怒りに燃える重心サンダーライナー、腕を取った、脇固めに行こうという、腕しぎに持ってきた、しかし返している、逆に取った、伸びているぞ、金丸はカットに入れない、ライガーが菊池の腕を捉えている。これ綺麗に入っちゃった、入ってるか、どうだ入ってます、あまだ大丈夫です、まだロックしてる、なんとか自分の左腕を持ってこようという菊池。菊池コールが沸き起こりました。ようやく金丸がカットに入りました。1万2000人有明コロシアム、さあその金丸を田中が落としました。試合の権利、依然としてこの菊池とライガーです。いやこの辺りライガーの意地といいますか、怒りが感じられますね。そうですね、あそしてまだ離さないライガーに対してブーイングです。
ノアの金丸、そして菊池、さらにはノアのファンも一緒に海に沈めてやる、そう語っていたライガー。今レフリーがこのように体で静止するというのはなかなか見たことがありません。そうですね、レフリーを突き飛ばしたぞ。さあ熱がこもっている。荒れてまいりました、荒れてまいりました。ライガーがレフリーに捕まっています。試合の権利はライガー、そして菊池でありますが、先ほどの梅七にかなりダメージがあるようです。いや、さっきのかなりいい形で一度入りましたからね、この菊池が語っていたんですが、このライガーに対しては非常に興味があると、年も同じ、そしてこのかつて菊池が世界ジュニアのチャンピオンであったときに、同時にこのサンダーライガーがジュニアの IWGP のジュニアのベルトを持っていた時期もあると。なるほどね、そういう意味ではやっぱりライブ自身はお互いにあると思いますね、さあライガーから田中実であります。新日のジュニアの象徴が箱舟に乗り込みました。田中実、あの 2.17 武道館の前日2月16日 IWGP のジュニアを制しまして第42代のジュニアのチャンピオンとなったこの田中実、この挑発する行為にもノアのファンから大きなブーイングが浴びせられています。いやだけど今の田中選手のあのドロップキックもかなり高い位置の、かなりあのジャンプ力を感じさせるあの力のあるドロップキックでしたね、そしてこの田中実にはなんといっても関節技があります。そうですね、まあ、あのただですね、いろんな選手が今あのノアの選手もですね、関節技に対するですね、あの防御とか、そういうのもかなり研究されてますんでね、今あのプロレスの中では結構関節技っていうのはあの重きを置かれてますんで、そうですね、ちょうどこの同じ有明クロシアムであのベイダーを破った秋山まで最後は嬉しいでしたね。そうですね、さあその関節技を警戒はしているという菊池でありますが、田中からライガーにタッチが成立しています。あ、徹底してこの菊池の左腕に攻撃を絞っています。金丸が入っている、何か独特な雰囲気が伝わってまいります。早くも5分が経過しました。場外戦です。放送席の前に菊池が落ちました。そこにライガーが狙っています。あ、しかしこの腕を離しません、こだわっています。そして鉄柱攻撃、あの 2.17 武道館ではこの重心サンダーライガー金丸義信の急所蹴りを食らいました。怒りどころでは済まされぬ、そんな気持ちを持って今日の試合田中実をパートナーに再びこの箱舟に乗り込んできました。リングの中に戻します。グリーンのマットに戻してライガーが追っている。出鼻をくじかれたような感じの菊池剛選手です。向こうは IWGP ジュニアのチャンピオンが来る、そしてライガーも認めている、しかし自分のノアのプロレスをすれば勝てる、そう語っていた菊池剛です。ここまで金丸の出番はありません。菊池一人が捕まっています。再びライガーから田中へ、あ、キックにも定評がある田中のためであります。青く石かって耐えている、がっちりと受けています。さあ火の玉がよみがえるか。まあ、あの選手の売りっていうのはある意味タフさっていうのもありますね、はい、しかし今のは後頭部にまともに入りまして、中音マイクを通じてとても高周波の音、非常に危ない、カバー2カウントです。まともに入ってましたね今は、ま、あのちょっと顔の雰囲気がちょっと変わってきましたね今ね、先ほどまでの表情と明らかに違っています。その菊池を無理やり引きずり起こして青コーナーへ、今一瞬金丸の方を見やりました。さあ青コーナー、目まぐるしく試合の権利が移っています。中心サンダーライガー、ノアの箱舟をファンとまとめて海に沈めてやる。さあやはりそんな言葉があったせいでしょうか、この田中、そしてライガーに対して大きなブーイングです。しかしライガーが語っていました、ブーイングをするならすればいいと。そうですね、あの選手にとってですね、ブーイングもある意味では声援と一緒ですから。そうですか、返していきました、菊池が返していきました、距離を取っているぞ、エルボー、ようやく一つ返して、ここで盤石の体勢で控えていた金丸、後ろ向ドロップキック、田中にも行った、田中にもエルボー、そしてライガーの頭を掴んだ、ロープに飛ばされた金丸、あーっと菊池が待っていった、それがエルボー、場外に落とした、ラリアットかわしている、あ、急所切りかわしている、ショーだ、これもかわした、急所切り、返り討ち、金丸由伸、急所切りの返り討ち、
立ち誇った表情の中心サンダーライガー。いやー、武道館とまるで逆です。そして今セコンド陣も一触即発だ。完全にあの金丸選手今日疲れましたよね、ライガー選手が完全に相手の動きを読んで、逆に今翔太を放っていったのは青柳館長ですか。かつて新日本と構想がありました。今セコンド陣もね、さんこちらから見ていましたも、当然熱くなってますよね、こういう試合形式だとどうしても熱くなります。来るか、アイアーバム、カバーにはまだ行きません。ゆっくりと立ち上がって手を伸ばしました。新日本勢が押しています。重心サンダーライガー、そして現 IWGP ジュニアチャンピオンの田中実であります。青コーナーに戻して背を向けた、セカンドロープに足を据え付けています。そしてライガーも抑えている。今菊池を牽制しながらドロップキック、そのまでの顎に入った。あー、これは痛い。徹底してます。新日本の逆襲、倍返し、3倍返しであります。いや、これはきついですね。もう完全に股が開いた状態ですからね、これはたまらずグロッキー状態の金丸義信。まあ、もちろん試合も取りに来ているんでしょうけれども、潰し合いという感じがしてまいりましたね、はい、そうですね。新日本のジュニアの象徴、田中実。あーっと、側頭部、あ、しかし、ひるみません。エルボーで返していく、トガンフット、ライガーにも、ライガーを捉えた、蹴りが待っています。桃田さん、この田中実という選手どうですか、桃田さんから見て。いや、かなりいい動きしてると思いますよね。バランスもいいし、ジャンプ力もバネもありますんで、ジュニアの選手としてはやっぱり一流になってると思いますね。高速のブレンバスターからニードロップ、そして踏みつけカバーです。やっぱりチャンピオンを取る選手というのはやっぱりそれだけの能力がないとなかなか取れませんのでね。10分が経過しました。ノア対新日本ジュニア決戦第2ラウンド、逆水平にエルボーであります。打撃戦となった、ドロップキック、肩口にヒット。ここで菊池を呼び込んだ。さあ菊池対田中、まずはエルボースピアートックルに行きました。あ、アマネスの下地になります。そして、あ、これは武道館で見たあの馬乗りエルボー。あー、レイガーにも行った。これだ、これだ、再現となりました。エルボーも構えてますね、上から。ウルトラスキック燃えています。顔面が真っ赤になっている菊池選手、よみがえったジュニア最強選手、そして新日本のジュニアのチャンピオン、右と肘がぶつかっている。踏みつけていきます。新日のチャンピオンを踏みつけていきます。いや、この菊池のこの気合、並々ならぬものを感じます。よっしゃ、から金丸へ。この金丸、元初代 GHC ジュニアヘビー級チャンピオン。1回転したフェイントをかけた、ラップはどうだ、これ出している、よく見ていた、ローリングスポット。あ、今顎をヒットしてますね。今読み合いになります。顎にヒットした、ダブルの攻撃だ。田中とライガーが金丸を飛ばして、翔太かわしている、エルボー、田中が倒れました。そして金丸さん、あーっと、ライガーの、そして、あ、今リングの中で大変なことが、大変なことが、マスクに手をかけた、マスクに手をかけた、重心サンダーライガーの命ともいえるそのマスクに手をかけた。あ、またセコンド陣、あ、顔は出てきてます。これは、あっと、鼻のあたりまで出てきている。なんとも言えない緊張感が漂っております、有明クロシアム。あ、下の方が破けました、スピアー、もう怒りが爆発だ。誰のパンチング攻撃、そして、これは喉を締めているか、首を締めている、完全に喉を締めてますね。感情が高まっている、その角に怒りが巻き上がっている。エルボーの連発、そして顔面ですね、やっぱりこの顔面。お、今カメラが捉えようとしていますが、金丸が生まれの生まれの状態、やっと蘇ってまいりました、有明クロシアム。金丸がライガーをボディスラム、首を刈るポーズだ。1回でムーンサルト、
金丸決めた、ワンで返した。さあ気合が入る。いや逆に桃田さん、これは命取りですね、金丸にとっては。そうですね、翔太返して、あー翔太返した、小池本本カバーする、ワンで返します。お互い相手の技をワンで返しました。いや交流戦から対抗戦へ、お互いにいい動きしてますよね。はい、レバスタの打ち合い、足をかけた金丸、リングのほぼ中央。ジュニア決戦第2ラウンド、新日本が逆襲にやってまいりました。垂直落下、カバーに行かない、まだ離さない、その体勢のまま一発で離すか、今度はライガーだ、垂直落下返し、死闘となってまいりました。ノア対新日本、ジュニア決戦、菊池金丸組対ライガー田中組。いやお互いにダメージかなり、垂直で押していきました。ノアの、そして新日本の初の王者、垂直に押していきました。ほぼ同時にコーナーを目指す、ライガーから田中、そして金丸から菊池に、おっと回転した、これは見ていた、ドロップキック、打点が高い。余裕を持って立ち上がっていきました田中実。ニュートラルコーナー、ん返されました、身のこなしが軽い、ん足を折った、さあ飛びつか、膝十字だ、膝十字に持ってきました金丸カット。いや今一瞬の切り返しでしたね。そうですね、かなり入り方が素晴らしい。バックまたバックまた、ジャワー、まだ離さない、連発だ、ショーだ、喉にヒット、喉仏を砕きました。今度は逆に田中がジャーマン投げっぱなし、応戦だ、トラースキック、顎を捉えてローリングスバット、さあ飛びついた、どうだ、ロックしている、ロックして、離れた、入った、入ってしまった、腕が伸びきる、金丸はカットに入れない、カットに入れない、自力で打開できるか、菊池腕が伸びる、戻したか、戻したか、グッと体勢を入れ替える、金丸は赤コーナー、ライガーが抑えている、腕十字職人の腕ひしぎ伸びる、序盤で痛めた左腕、しかし右足が届きました。10分の一般勝負、15分が経過しました。なんとか難を逃れました菊池剛、しかしおそらくあの左腕まだ締めているんでしょう、かなりきついと思います。場外でパイルドライバー、これで金丸が少しロッキー状態、菊池が孤立してしまう、菊池が孤立してしまう、すでに立ち上がっている田中、そして今左以上抑えながら立ち上がった菊池、あっとコーターも円錐切り、どうだ返せるか、嬉しいな、一瞬の出来事でありました、嬉しい。いやこれ伸びる、完全入ってます、入ってますか、ロープが近いんではありますが、この体勢です、足は伸ばせません、腕が決められています。苦痛な表情、菊池剛、かつてのジュニアのチャンピオン、頂点を極めた菊池剛、そして52職人田中実、新日のチャンピオン、その嬉しきの攻撃、耐えている、耐えている、あーっと、ワンガー田中実が菊池剛の腕をへし折りました。その大新日本ジュニア決戦第2ラウンド、新日本の逆襲成功、最後は田中実、新日本の IWGP ジュニアのチャンピオン、胸を折りました。